フォーマー SO905X はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。日本で最初にソニーのデジタルカメラブランドであるサイバーショットを関して発売された携帯電話である。511万画素で2.7インチワイド VGA 液晶を採用する点ではカシオ計算機の カメラブランドエクシリムの名前を冠した au の w53ca に似ているが、この機種はスライド型で光学3倍ズーム、顔検出の顔決めライトの採用とカメラ機能ではかなり本格的である。なお、型版の cs はサイバーショットではなくカメラスタイルの意味である。背面にはサイバーショット t シリーズと同様のスライド式レンズカバーがあるのが、 特徴である。このレンズカバーをスライドすることで簡単にカメラが起動できる。ここにはサイバーショットのロゴが大きく刻印されている。サイバーショット形態を名乗っていることからカメラ機能はとても充実している。ソニーのデジタル一眼レフカメラ α700 と同様のソニー独自開発の CMOS センサー x スマーを搭載しセンサーチップ内で AD 変換を行う、オンチップカラム AD 変換と、デュアルノイズリダクションにより、低ノイズ、高画質を実現した。またサイバーショット、T シリーズと同様の折り曲げ式レンズ機構による、レンズの出ない高角ズームを採用した。手ブレ補正機能と被写体ブレを防ぐ、高感度により動く、被写体や夜間でも綺麗に撮影でき、ISO1600 の高感度を実現した。 その他笑顔を検出すると自動的にシャッターを切るスマイルシャッターライトや最大3人までの顔を検出してピントや明るさを調節する顔決めライトにも対応した。また大きな特徴とされたのがブログ投稿機能である。通常撮影した写真をソーシャルネットワーキングサービスやブログなどにアップロードするにはカメラを終了した後メーラーを起動して 添付する画像を選択するという手順が必要となるが、本機能を使うことにより、メーラー画面になった時には、一連の手順がすべて完了した状態となっている。ただし、本機能用の設定ファイルを配布しているサイトは、2010年現在、m i x i と i イビ o モバイルのみとなっている。GPS に対応し、他の 905i シリーズと同様、地図アプリを使って、 位置検索などの多彩な機能が利用できる。また、この端末独自の特徴として、カメラを使って撮った写真に、GPS の位置情報を付加することができる。付属のパソコンソフト、ピクチャーモーションブラウザーを使えば撮影場所、地図は衛星写真を使って管理できる。メインディスプレイは、新開発のソニー製2.7インチフルワイド VGA 液晶を搭載。 液晶テレビブラビアの技術を応用したリアリティマックスも搭載した。また表示色数も1677万色となった。またサイズは小さいもののアップルの iPhone 4よりも高精細なディスプレイを持つ。キーエリアには SO905i に引き続きジョグを採用し軽快に画面をスクロールすることができる。また指の移動を減らしながらも 認識間違いの少ない形状、配置のキーが研究され搭載された。日本語変換には、ピオボックスプロ2.0を採用した。フルブラウザは、SO905i とほぼ同等の機能を備え、ブックマークをサムネイル表示したり、サイト全体を表示して、素早く見たい位置に移動する、ペパイロット機能も搭載する。n 9 0 5 i と同じくアンセグには、非対応で、 F905i や SO905i と同じく音声認識には対応しない。外部メモリーはマイクロ SD で最大 2GB まで対応。内蔵メモリーは 512MB。喋るは非対応。B モードのメールは Web メールとなる。2008年3月4日に以下の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた2008年3月18日に 以下の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた。2008年5月28日に以下の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた。2008年11月5日に以下の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた。2009年6月23日に以下の不具合の修正がソフトウェア更新でなされた。ありがとうございます。